皆さんこんばんは、 MK です。今回はサーモンランを一人でクリアしてみたいと思います。でサーモンランなんですが、もちろん普通に始めると4人で始めることになりますね。なのでこれ一人でやる裏技がありまして、それをまずは紹介したいと思います。でこれバイトに参加、フレンドとバイトってあると思うんですけど、これフレンドとバイトを選びます。もちろんフレンドはいなくてもいいです。でまあ参加するっていうことで、部屋を作るのボタンを押します。で部屋を作るを押すと、パスワードを設定しますかってなるんで、パスワードを設定します。 Y ボタンを押してパスワードを設定するんですが、これ何でもいいです。まあフレンドが間違って入ってこないように適当にしておきましょう。で募集すると、でこれ募集を始めると、普段だとこうフレンドと待ち合わせをするこの画面になるんですね。でフレンドと待ち合わせが終わったら ZL を押して他の仲間を集めるってことになるんですけど、この状態で5分から10分ぐらいですね、10分待てば確実かな、10分待ちます。じゃあちょっと待ってみましょう。はい、10分待ちました。いや結構長いですね。でこれ10分待った後に ZL を押します。他の仲間を集めると、でこれ70秒ですね、カウントが進むんですが、これも放置です。70秒待ちます。はい、残り10秒。いや結構待つんですよね、この方法。一回一回結構待つので、あんまりおすすめはしません。はい、ということでじゃあ始まります。一人ですね。よし、アルバイトの時間です。ということで一人で始めることになります。で今ステージはどこだったっけな、ちょっと待ちすぎて分かんなくなりましたが、ナンパ戦ドンブラコ。はい、で一人なので結構ね敵の数は少ないんですよ。今ランクが自分達人なんですけど、それでもノルマがどれくらいかな、3とか4とかじゃないかな、見てみます。2ですね、これは多分楽勝ですね。あースプラッシューター残しておきたかったな。今日の武器何だったっけ、スプラッシューターとジェットスイーパーとなんかだったかな。で、ヘビが来ました。ヘビ1匹倒せばもうこれクリアなんですけど、ただ逃げ切れるかなんですよね問題は。満潮とかになっちゃうと結構溜まって、危ない危ない、よし危ない危ない、よしちょっと欲を出しましたね今。よして、そいつちょっと倒してみましょう。3個あるんでこのうち2個運べばいいので、まあ大丈夫だとは思いますが、できれば他の大物鮭は倒さないでいきたいけど、肩パッドは倒しておいた方がいいな。肩パッドは倒しておいた方がいい。いや入らない、普通に下手くそ普通に下手くそが出ましたけども、ちょっと危ない危ない危ない。これ結構ね広いんで、ステージの広さを生かしましょう。本当に逃げ、あー回しちゃった、間違った。いやー肩パッドやっぱ倒しておいた方がいいな。肩パッド危ない。うーん、鉄板は放置でもいいな。よし、ノルマクリアしました。あと42秒、生き残りましょう。でもね肩パッド倒しとかないと、ちょっと敵に囲まれたりした時にこれ死ぬな。肩パッドに入れる、もう一つ入れたいけど、ちょっとここは欲張らずにいきましょうね。スムーズに倒していかないと、どうやっても大物鮭、タワーか、タワーは倒しておきたい、タワーは倒しておきたいけど、どこだ、タワーはそこか、タワーは倒しましょう。ちょっとこれは倒しておかないとまずいですね。OK、危ない。いや結構ダメージが常に入ってるような状態なんで危ないな。今鉄板に後ろ一発叩かれると負けそうですが、いけそうですね、いけそうですね、いけそうですね。よし OK、危ない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 、ウェーブ1クリア。こういう感じでねやって、危ねえなモグラ、あーもういいのか。はい、ウェーブ2、変な武器なきゃいいけどな。ノーバ、まあまあまあシューターなだけいいか。ノーバがシューターなのかは疑問ですが、ブラスターとか、まあ、あんまり得意じゃないんだよな矢倉でしか使わない。そこ入れる、うまい、見ましたか今の、超うまくないですか。ああやって倒すんですよヘビは。最初からねなんかボム置いてそこに凝らせるような動きしてるやついますけど、そうじゃないんですよ、上がってきたとこに投げるんですよ。まあもう分かってる人は分かってると思いますけど、3つですね、ノルマが3つなので、ちょっとタワーを先にやりましょう。イクラはね簡単なので、イクラのノルマは簡単なので、やっぱりちょっとタワーとかね、肩パッド爆弾とかもかな、先にやっといた方がいいと思います。そいつらを倒して、よしで、登って登って登って、あと1つあと1つ、ちょっと肩パッド先に倒しましょう。モグラが危ない、モグラが危ない、
モグラ先にやっとくか。こいつもちょっと邪魔だな。はい、こうですね。見ましたか、モグラ講座、私のモグラ講座。パタパッドを入れたいけど、くそ下手くそだ、危ない。あと35秒か。逃げるか、逃げれそうだな、逃げましょう。ちょっと危ないですこれ。当たってヘビーが、ヘビー2匹3匹、ヘビーは危ない。ヘビーってすごい面積取られるんだよな。いやこれもう満潮とかにならなきゃいけど、もう、あーそいつ OK。 はるばるここまで来たんですか。あと12秒、逃げれそうですね、逃げましょう。12秒逃げて最終ウェーブ、最終ウェーブも変な武器が来なきゃこれいけそうですね。まあ一人でクリアしてどれぐらいの報酬がもらえるのかちょっとわからないんですけど。おっと、爆弾もこんなにいたのね。ということで最終ウェーブ、武器は傘か。しかも満潮じゃん。いやこれは厳しい、これは無理では、無理って言っちゃダメだけど無理じゃない。まずは鉄板を、モグラも来てて、モグラを食わして、よし OK。 ノルマは3個だから焦らず行きましょう。まずは1つ入れます。狭いな、狭いんだよな。鉄板そこでやっちゃっていいかな。肩パッドを、肩パッド、肩パッド、危ない。あーまずい、これはまずい、いや無理だですよね。いや武器が悪い、武器が悪いのと満潮なのが悪い。うん、まあ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 、でもコウモリ関係ねえだろ、コウモリ出てなかったぞ、見てたかクマさん、おい。ということでまあまあまあ、一人でやるとこんなもんですね。武器次第ではクリアできそうですね。いや全然もらえねえし報酬。はい、ということで一人でサーモンランやってみました。いやー武器がね、最後ジェットスイーパーだったらクリアできそうだったな。でもまあこんなこと言っても負け惜しみなんで、はい、ということでまあ一人でね裏技を使えばやることができるので、ぜひ皆さんもね1回ぐらいやってもいいかもしれません。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。